プラス思考はどこまでもアゲンアゲンです。はい、明日のカーポートの工事の現場1日前なんですが、墨出しを先にちょっとやっとこうかなと思って、職人さんとね連絡つながって、いけますよということだったんで、ちょっと1日前倒しで墨出し来ました。でお客さんもね、あの柱の場所がねどの辺になるかっていうのを僕印はつけてるんですけど、やっぱ明確に知りたいということだったんで、前の日にね墨ぴっちりと出して水平直角、出して、印場所明確にお伝えしたいなと思っております。でその墨出しをもとに、柱の位置をねお客さんに確認してもらって、次の日朝から、はつりか、あのコンクリートカットはつり掘削作業やって柱を立てていくという形になります。あさってねちょっと納品しようかなと、1,2,3,4,5,6 箇所、計6箇所ね、穴掘りしますので、明日はね穴掘りだけで終わると思います。ではスタート。パイプより下げようと思ったらこいつが邪魔やから遠いギリギリ あそこを基準にギリギリしたらあかんねやと思った。今高さ大丈夫？もうちょっと、もうちょっと、はいはい。おはようございます。1305なんですよ。そうです、そうです、はいはい、 OK です、よかったです。今はつり、スタートしました。お客様のねご要望になるべく添えたらなと思って、打ち合わせさせていただきました。でもねあの現場によってね、無理な部分もあったりとかするんですけども、まあ、お客様にもねそこ理解していただきながら後付けの工事になるんでね、ただご要望にはなるべくお応えしたいので一生懸命、職人さんと営業マン知恵を絞って、設計施工、やっていけたらなと思います。ではね明日あの納品の日に画面チェンジ。はい、おはようございます。2日目になりました。今日は納品されて木の掘削作業をしていただいた穴掘りしていただいたところに柱が計 1,2,3,4,5,6,7,8 計8本柱が入ります。ここね港川っていう地区の、沖縄はねハーレーハーリーっていう祭りがあるんですね、船を漕ぐ、その竜のねモチーフにした竜の船、をモチーフにした船を片手でねガーッと片手でこう漕ぎながらね競争するというハーレーってあるんですが、なんとここ港川はハーリーって言われてるんですね。港川ハーレーハーレーダビッドソンみたいですけど、ここの大会する場所にちょっと撮影で来させていただきました。じゃあもうすぐね現場近くなんで、今から納品して、柱立てていってもらってどんどん組み立てていこうと思います。ものすごい完成がねスケールが大きいカーポートになると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。ではスタート。はい、
掘削作業していただいたところね、柱の周りね40センチ角、深さが50センチ掘ってくれてます。こちらもね、はい、50センチ以上掘ってくれてます。これがセンターの柱ですね。センターの柱の建物側40センチ、50センチ、よいしょ、40センチ角ですね。綺麗に掘ってくれてます。50センチ、40センチ、40センチ、深さが50センチね、出ます。最後一番後ろの配下、柱がここに立つんですが、ここにもねお客様が埋めたあの CT 缶あるんですが、これを避けてナマコを埋めていってもらいます。深さが約50センチですね、はい。ちょっともう形がいびつですけどね、ここはもう薄いマスがあるのでそれを避けてちょっと多めに掘ってくれてます。おらない、おらない。はい。はい。OK。これ短いね。うん。これ短い。これちょっとやめますわ。短い。圧迫する。ポリカ入ってるし、見てこれポリカも。ちょっと待って。そっち引っかかってないですかね。ここ穴あるんで気をつけてくださいね。はい、はい、聞いてます。うん。で、ちょっと梱包開けて、はい、ポリカが曲がってないかちょっとチェックするんで待っといてくださいね。言うてて落ちた。ああくそ。穴気をつけてくださいねって運転手さんにも伝えて、職人さんからも穴気をつけとえよって言われてたんですが、思いっきりはまりました。いった怪我しました。はい、じゃ引き続きね、納品が無事完了したんで、ちょっとやっていってもらおうと思います。柱が立っていきます。
い、現場離れてきました。柱を立ててもらいましたんで、今からね、生コン車、7トントラックの生コン車が来るので、まあ、車がね、ちょっと邪魔になるんで、棟梁と僕、撤退しました。で、残りの職人さんがね、生コン、7割、8割入れて、埋めていってくれるという形になります。はい、じゃあ明日、引き続き、針を乗せたり、タイトフレームを、針につけたりとかっていう作業になります。じゃあ明日に画面チェンジ。頑張るぞ。おはようございます。おはようございます。数日間車止めさせてもらってありがとうございます。あ、今日もいいですか。こちら、あ、助かります。何台ね。今日、まあ4、5台来るんですけど、あの向こうの。ちょうどね、植木がねあって、ちょっと植木のところ柱が来ることを、まあ、お伝えしてたんですが、ちょっとどうしてもね柱に植木が当たってしまうので、ちょっと引っ張って、植木を避けさせていただいてます。まあ、お客様からもね切らないでということで言われたので、これをねちょっと対策してます。ありがとうございます。若いですね。次の日に筋肉痛。これチャートにこれ。ジョイントで3台用、3台用、これ6台用のカーポートなんで、ということはいつもここ3台用ってここ連結してるじゃないですか。1800と、6000と。こっちはだからそのまま5000いくらかだから。針のここのゼロをちょっと押さえといてもらっていいですか。ちょっと測りますか。ああ、5600やったらもうちょっと T だ。35mm。 うん、そうそう、 35mm ですわ。これを5800にするもよし、ちょっともう一回ピーンとしてもらっていいですか。このラインやもんな。5800で、うん、そしたら235ぐらいです。うん、で ここだけちょっと内に入るんですよ、折半。この木のちょっとこの辺やもん。ちょっと那覇の方行って用事終わったらまた戻ってきます。はい、明菜さん、あ、分かりました。ただ何かあったらその都度電話で一旦止めてもらって聞いてください。はい、お願いします。はい、すいません、あとお願いします。はい、現場離れてきました。間口のね、針の長さちょっと加工して長さカットしたり、駐車場の形に合わせて、あと折半のね、屋根材の枚数と、そのどこでカットした方がいいのかとか、それもちょっと今指示してきましたんで、大丈夫だと思います。また夕方ね戻ってきます。用事済んだら。気になるんでずっと痛いんですけど、そういうわけにもいかんので営業マン。あとは職人さんに任せましょう。もうベテランのね職人さんなんで、任せて安心。ただね、細かい打ち合わせっていうのはね、指示しないとね。パソコンもそうですよね。スペックが高いパソコン使ってても使える人が指示しないとパソコンってね能力を発揮しないのと一緒で、ベテランの職人さんでも、いや、何も指示せんかったらね、ベテランの職人さんもお手上げじゃないですか。だから細かい部分の指示だけさせていただければ、職人さんもね最大限の、腕を振るっていただけると思います。でお客さんの笑顔満足につながる工事になると思います。じゃあ夕方画面チェンジ、します。画面チェンジ。はい、現場続き見に来ました。夕方3時です。針が乗っかってますね。すごいスケール。ちょっと見てみましょう。アゲンアゲン YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。6台用のカーポート、いよいよね完成への、
道筋が見えてきました。かなり、苦難な場所もあったんですが、なんとかね職人さんの腕と、営業マンとねお客さんと、綿密な打ち合わせをさせていただいて、お客様のご要望になるべく近づけるような完成に果たしてなったのかどうか、次回お楽しみください。それではまた。アゲンアゲンでした。